皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、集客がうまくいかないと悩んでいる企業女性のための8つのチェックポイントということについてお話をしたいと思います。集客がうまくいかないっていう要因はですね、いろんな要素が絡み合っていて、一概に一つの要因ばかりが原因であるとも言えない場合があります。で、例えば私が、私のクライアントさんとか、そういった方の、分析とかいろいろしていくときにですね、結構細かく見ていくときにはもっといくつものチェックポイントを見るんですけれども、大まかにこれからお話しする、8つのチェックポイントですね、こちらの方を中心に、どこができていないのか、ないしは、どこができているのか、それを含めた状態でアドバイスしていくことが多いので、今日はそちらの方の内容をシェアしてみたいと思います。まずですね、集客がうまくいかないという場合にですね、大きく分けて2つの要因が考えられるんですけれども、まず1つ目が集客そのものがうまくいってない場合と、実は集客ができてるんだけれども制約がうまくいってない、要はクロージングと言われる部分ですね、これができてない場合と、大きく分けて2つの要因で、本当に集客ができてない場合もあるし、制約に至る、要は申し込みいただく、申し込み書を書いていただくっていう、このあたりができてない人と、大きく分けて2つあります。で、今日はどちらかっていうと、集客の方を中心に、チェックポイントをちょっとお伝えしていこうかなというふうに思ってます。もちろん制約の方もちょろっとお話はしますけれどもね。はい。そんな形で、お伝えしていきたいと思います。それでは早速、1つ目から見ていきたいと思います。まず1つ目ですね。集客ができないという場合に大きな要因のまず1個目、コンセプトが弱いという点が1点目です。コンセプトっていうのは、その教室が持つ特徴であったりとか、そのどういう教室で誰のためにその教室が存在しているのかとか、教室業じゃない方は事業がですね、その事業サービスが誰のために存在しているのかっていうことが、外向きのアピールが弱い場合ですね、これやはり集客うまくいきません。抽象的な言葉で言われてもですね、そこにお客様がですね、行くべきかどうかっていうのが分かりにくいっていうのが、大きな弱い点になりますね。例えば整体とか接骨院っていうのは今非常に多くあって、特徴と特色出していかないとまず生き残っていけないっていう世界があります。で、その際に体の不調を何でも治しますっていうふうに言われるとですね、何でも治せそうだけど本当に治るのみたいな、そんな形で専門特化している方が今はどちらかっていうとお客様が集めやすい。これは整体業に関わらず、いろんな業種業態、特に同じような同業他社さんがいっぱいいるような業態だとそこが必要になってきてしまいます。整体の中でも例えば、肩こりとか腰痛とか、部位別で分ける場合と、あと顧客ターゲット層別ですね、女性のとか産後骨盤矯正のとかダイエット骨盤矯正とかですね、目的が分かりやすく歌ってある、そのためにその整体院が存在するっていう、そういうのが分かりやすいですね。ぎっくり腰専門のっていうことを表に歌っている私の友人の、整体院もありますしね。私が近所で通ってるところは、もちろん全般はやるんですけれども、例えば交通事故とかに突然ね、会ってしまった時に、駆け込みで来ても、例えばそのぎっくり腰的なものとか、あと手続きですね、そういったものも含めてアドバイスする。だから、事故に遭う人っていうのは別にそんなに確率は多くないのかもしれないですけれども、そういう緊急な形でこう急に来られても万全の体制で受け入れますよっていう、そういうのを特徴に歌っている整体院さんとかもあったりします。ですので、整体院だけじゃなくてですね、これがじゃあピアノ教室だったりとかしてもですね、例えば私は今ピアノはやってないですけれども、仮に今私がピアノ教室に通おうかなと思ったら、少なくとも社会人のためのとか、大人から始める
ゼロから始める学費読めなくても OK とか、なんかそういうのがあると行きやすいかなというふうに思いますね。ピアノとかっていう、まあサックス、私サックスを始めたばかりなんですけれども、私が通ってる教室っていうのは特徴がですね、大手になってチェーン展開はしているんですけども、やはり社会人のための、大人のためのまあ音楽教室っていうのを大きなコンセプトにしていて、その代わりだから時間の融通が効くんですよね、すごく。好きなコマを好きなように選んで、その時に空いてる先生を捕まえて習いに行くみたいな、そんな形のまあフリータイム制度っていうのがあってですね、第何何曜日のこの日とかっていうのが決まっていかなくてはいけないっていうのではない、スタイルなので、仕事を持つ身としてはですね、急に変更が入ったりとかっていうのもありますので、そういったものも対応しやすいっていうのも非常にありがたいので、あ、社会人向けなんだなっていう、そういう感じですね。だから誰のための何の教室なのかっていうのが、まあ、セットになってるので、社会人のためのっていうのを歌っているから時間に融通が効くっていう、そういう利点がありますね。一人の先生からじゃなくて、いろんな先生から習えるっていう利点があります。あともう一つ面白いのがですね、楽器ですね。楽器もサックス私中心に習ってるんですけれども、その学校が持ってるコマであれば、例えばドラムをやってもいいし、チェロを習ってもいいし、フルートを習ってもいいという、その自分の持ってるレッスンのチケット内であればですね、それを突然習っても大丈夫みたいな、そんなルールになってるのがですね、面白いなと思って、まあ今はサックスだけやってますけど、昔からちょっと気になってた楽器って何個かあるんですよね。それもちょっと横道にそれる感じでやってみてもいいかなと思うので、結局そうするとその教室に落とし続けるお金っていうのは、まあ長く落とし続けることになりますよね。あと一般的な個人の先生が普通にやってるより、やっぱシステムで動かしてるので一単元が高いです。だけれども時間の融通が効くっていう方が、社会人とかの場合には学生と違って若干お金の余裕があるはずなので、そこのターゲット層を狙ったっていうのは非常にうまいコンセプトだなと今自分も通いながら思ってるような感じですね。ですからコンセプトが弱いと人が集まりにくいし、誰のためのっていうのが明確に、外に打ち出されてないとですね、その方たちが響かない。だから私の場合には社会人のためのとか大人から始めるとかっていうふうになってるから、あんまりだから子供っていうか、まあ若い人はそんなに来ていなくて、ちょっと年が上っぽいような人たちが多いなっていうと、なんとなく親近感というか安心感とかが湧いたりとかする、そんなイメージがありましたので、まあ私の体験談ベースでお話ししましたけども、コンセプトが弱いとですね、そもそも集客するのが難しいっていうのがまずあったりします。その特徴とかっていう部分ですね、世の中のマーケティング用語では USP っていう言葉で言われたりとかもしますけど、他にはない独自の売りとかっていうふうに日本語で訳されたりとかしますが、まあ独自の売りと言ってもですね、求められる、ものがなければ、自分がこれが売りですって言っても全然的外れな内容になってしまうので、市場側から求められるというそういう前提があって自分の得意があるみたいな、この組み方間違えちゃってる人も結構多くてですね、自分これできます、これできます、これできますって並べ立ててもですね、それが習いたい人とか行きたい人にとって響くようなものでなければ、まあやっぱりコンセプト弱いですねということになります。なので一番最初に私が新しい方とご相談とか受けたまわるときにですね、ウェブサイト、それがホームページなのかブログなのかは別としてですけれども、どういう状態で教室なしや授業を展開しているのかっていうのをまずチェックしますね。そうすると、まあ大概集客できてないですっていう方は、コンセプト自体がやっぱり弱いのと、あとデパート型の方が多いですね。私これできます、あれできます、これできますっていう、パン教室なんだけどお菓子のこれもできて、雑貨のこれも教えられてっていうのがバラバラバラって並んでる人は、やっぱりコンセプトとしては弱いですね。専門極めてる先生の方が今は強いので、そこに行きたいっていう人をきちんと集めるっていうことの方が多分集めやすいというふうに考えています。なので一番重要なとこコンセプトですね。
で、2番目、エリアリサーチです。やっぱりどのエリアでやるのかっていうのも非常に大きな問題で、地方ならではのエリアリサーチがあって、大都市は大都市ならではのエリアリサーチがあります。で、大都市は教室もたくさん多いですけれども、その分通いたいっていう人口もそもそも多いので、専門特化していく形の方が、その中では特徴が出てくるので埋もれなくなります。埋もれなくなるっていうことは、それが都内の方でも人気の教室になるということは、地方の人にとってもない教室っていうことになるので、やはり通う動機になるケースが多いですね。じゃあ地方じゃダメじゃんとかっていう話になるんですけれども、場合によってはダメかもしれません。もしかしたら、そのエリアの人たちが興味を示さないような内容だったりすると、そのコンセプトではダメという場合もあるので、エリア特性というのがやはりどうしても出てきてしまいますね。ただありがたいことにですね、今は日本国内が端から端まで非常に近くなりました。いろんな交通手段もありますし、あとは私もよく使っているんですけども、 Zoom と呼ばれるオンラインチャットシステムですね。こんなもので人を教えるっていうこともできる世の中になりました。そうすると日本全国、場合によっては世界もなんですけれども、遠くなくなります。遠くなくなれば、その人たちも証券、商売の商に券を、券本の券っていうし、このね、町っていう体操、成層圏とかいう雲の上の圏の方なんですけど、エリアっていう意味で、その地域の人が本当に地域として通ってくれなくては困るということなのか、遠方からでも引きつけられるようなコンセプトがあれば、遠方からでも来る場合もあります。だからエリアリサーチはどうしてもやっぱりしてほしいなというふうに思いますね。で、場合によってはですね、結局人間を魚に例えるのは嫌なんですけれども、分かりやすいので言いますけれども、魚がいない釣り堀で釣りをするより、魚がいっぱいいる釣り堀で釣りをする方が釣りは楽にできますよね。ということは、もしそのエリアで非常に集客がしづらいということであれば、自分が動いた状態で事業をやっていくっていうことも当然視野に入れるケースがあります。だから地場で動かないでできるのか、動かないで人を寄せることができるのか、大都市圏、例えば、山陰山陽四国とかは割と難しいエリアだと私は思ってるんですけど、そこにいる人たちは地場で集めきれないなっていう場合には、大阪とかちょっと大きめの都市に出るとうまくいくようなケースもあったりするので、自分が動けるかっていうことも視野に入れるっていうのも一つの考え方です。そして3つ目、競合分析です。これは皆さんね、普通にやってらっしゃるはずなんですが、やってない人もいる時には衝撃を受けますけれどもね、ある特定のキーワードですね、例えばそれが、自分が教室とかに通おうかとか思った時に、どういう言葉で新規の生徒さんは調べるんだろうっていうのを先回りして予測した、メインキーワードっていうのがあって、そのキーワードから探した時に、Google ないしは Yahoo とか検索エンジンとかで上の方からガーッと出てくる教室を最低でも10、できれば50ぐらいは調べておいてほしいっていうのがあるんですね。そこにはエリア特性と競合特性っていうのが両方出てくるので、それを見ていくことによって、自分はどういう立ち位置だと、その新しく見た生徒さんから魅力的な教室に見えるんだろうかというものを当然見なくてはいけないので、私の場合には、天然酵母、パン教室、横浜、この3キーワードが、一つ、その中でどうやって探されるかっていうのをよくチェックしていたキーワードにはなります。なので、同じようなコンセプトであったりとか、で、似たような教室があって、しかもそちらが安ければ、伝え方の問題もありますけれどもね、そちらの方に行ってしまう可能性が高いということです。だから、競合、すごい、もう自分がかなわないな、この教室がこんなにいっぱいあって、今から自分そこ参入してやっていけんのかっていうのも、そもそも教室を起こす前に調べてほしい内容ですよね。よくありがちなのが、主婦からの転業というか、自宅教室開業の場合、
慣れちゃうんですよ、先生には。先生になりましたって名乗って、友人とか近所の人集めて取り急ぎパン教室みたいなね、お菓子教室、料理教室っていうのは作ることができるので、誰でも慣れちゃうんです、教室の先生って。だけれども、集客がうまくいかないかっていうのは、思いつきで、皆さんがこれを習いたいから教えるっていうのは趣味レベルに なりますので、それはそれで楽しくやれるだったらそれで OK なんですけど、ちゃんとお金を稼いで人に来ていただく、対価を払っていただくっていう教室を作りたかったら、最低でも自分の周りにはどういう人がいて、その人と自分の教室って比べられるんだよねっていうことを理解した状態で、キャッチコピー作っていったりとか、特徴をやはり作っていく必要があります。で、その際にはとてもとても魅力的な教室ばかりに囲まれちゃってるのであれば、その領域で勝負しに行くのは諦めなくてはいけない場合もあります、ずらすっていうことですね。エリアをずらすのか、属性をずらすのか、内容をずらすのかは別として、ガチに戦いに行くとですね、まず勝てないよねっていう、競合いっぱいみたいなエリア、残念ながらですね、そこにいる場合にはその不幸を嘆いてもしょうがないので、その中で一番を取りに行く、要は一番上に自分の教室を見せるような、いろんな地道な施策があるんですけど、それで見せた結果、上から生徒さんがそれを検索していた時に、あ、ここの教室行こうって一発で思ってもらえるようにホームページとかを作るかということができればまだしもです。とても素敵なホームページで、かつ自分が読んでも魅力的な教室が自分が参入しようとする前にすでにゴロ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 あった場合には、後から参入するのであれば相当変わった、ないしはまだ、世の中にはないけれども人から求められているもの、サービスとかを提供すればいけるかなっていうぐらいなので、そもそもリサーチしてない人多いですよね。そのリサーチした上で自分弱いか強いかは分かっていて、弱いっていう状態だったらそれを補完するための行動量とかっていうのが必要になってきちゃう場合があるので、勝てるところで勝った方が基本は楽です。だからじゃあどこで勝てるのっていうのは競合分析しないとやっぱり無理なんで、蹴落とすとかそういう意味ではなく、ライバルであろう、お客様が比較してみるであろう教室ないしはサービス事業っていうのは、最低でもやっぱり50個ぐらいはチェックしてもらってですね、そこの中でどうして自分の教室来てくれるんだろう、どうやったら来てくれるんだろうっていう観点から考えなくてはいけないので、このリサーチ抜けてる方は結構多いですね、はい、お話伺ってると。なので3つ目競合分析です。4つ目、ポジショニングを考える、ポジショニングですね。ポジショニングっていうのは、今までの例えばコンセプトやリアリサーチ競合分析をした後で、自分はその 業界ないしはエリア地域の中でどういう立ち位置で 見てもらえる教室にしていくかっていうのを考える必要があります。だから、リーズナブルでアットホームでとか、あんまり安い感じの教室あれなんですけどね、初心者 OK のとか、いろいろと条件があるじゃないですか。そうすると安い高いとかで言うと安い方のポジショニングで、気軽カジュアル、すごいかしこまったフォーマル高級とかね、そういう感じで言うとここら辺になるとか、逆に高いとか、あとは、すごくこう特殊とかね、そういう軸で考えた場合には、高単価の教室を作ったりすることもできたりするので、自分はじゃあその全部を調べた中のどの立ち位置でやっていったらいいんだろうっていうのを、考えるっていうのが次に必要で、そのポジショニングが決まったら、それをきちんと外に、言葉と写真で理解していただけるように表現するっていうのが、必要になってくる場合がありますね。言葉がうまくて写真がついてこなくてもやっぱり伝わりにくいし、写真がすごく上手な方が、言葉が上手よりもまだ伝わりやすいのかな、写真が上手なだけだとこれはこれでまた伝わりにくかったりする場合があります。ですので、全てトータルで見せていかなくてはいけないのですが、少なくとも業界の中のこういう立ち位置で自分は教室を見せていこうとかって決めないとですね、全部発信がぶれていきます。
私の番教室の例で言うと、まず、一番最初に決めたのが、年齢層的な部分で言うと50歳をボリューム層にしようって決めたことですね。理由は、時間にもお金にも余裕があって、手ごねの教室にするつもりがなかったから、体力的に非力な、かつ、手ごねいいよ、飽きちゃったよっていう人たちを捕まえようと思って、機械ごねだけの教室にしようと思ったので、そういったパン教室を作ろうと思ったので、まず年齢層はそれぐらいですね。でもそういう教室はまだまだいっぱいあります。ただコネ期だけに特化してる教室ちょっと少なくなります。でそこにさらに、他の教室でやってるパンは別に他で習ってもらったらいいと思っていたので、イーストは低糖質のはちょっと糖の関係上でイーストインスタントドライイーストでやってましたけれども、それ以外はもう天然酵母だけでしか教えないっていうふうに決めました。でそれもしかも7種類を同時に扱うっていうことで、普段皆さんが触れ合いが少ないような酵母とかでもパンを作るっていうレシピの作り方ですね、これを教えていくっていうのが一つ売りにしようと思っていたので、そちらの方ですね。ですから7つの天然酵母を同時に教える教室というのは当時なかったし、でさらに味はもちろんなんだけれども、成形ですね、プレゼントとかおしゃれなとか、そのキーワードをベースにした、パンで、原材料とかの方も、普段使わない材料ですね、それを中心に全部組んでいく。だから味が一体どんな味なんだろう、成形はどうやって作るんだろう、もちろん簡単なやつは分かるやつは分かる、簡単なやつはむしろだから味にこだわるような感じで作ったりとかしてですね、心がけてたのは他の教室でやっているようなタイプのものは特に私が教える必要はなくて、他のとこで習っていただければいいなっていう、そういうスタンスでやってましたので、ポジショニング的にも、遠方の人とかでそれが気に入っていただける方とかであれば、やはり飛行機新幹線で通っていただくことができた。だから唯一のっていう、1個だけっていうところにこだわって作っていったっていうのが私の教室です。私のコンサル業に関してもそこは目指して当然やっています。まずコンサルタントっていう領域において女性であるっていうことと、あとは営業職からの転職で教室事業を実際にやり、そしてコンサルタントになってる実務経験ですね。教室の実務経験と、あとは営業としての実務経験。営業としての実務経験は制約のところと、あと法人営業ができるルートを教えてあげられるっていう、そこですね。だからアナログもネットも両方できる。ネットが行き詰まればアナログで足を使って対面して稼いでいくっていうことを、別に苦でもなく飛び込み営業とかもやってましたのでね、そういうのができるとかっていうのは、非常に強みであるっていうことと、あとデザインができるということですね。インテリアコーディネーターだったのでカラーもできるし、テーブルコーディネートとかもできますしね、パース書いたりとか、ウェブデザインとかもやったりとかしますので、そのあたりが全部できるっていうと、かなりコンサルタントっていう領域でやったとしても相当絞られてきて、他にもいろんな、技術技能を付け加えていくと、日本で一人ですと言い切れる状態は作っている感じですね。ですからその自分のポジショニングをどうするのっていう、そこも一つの、大事なポイントになります。で5つ目ですね、ポテンシャルです。ポテンシャルっていうのは、自分が生きていこうとする業種業態の領域において、その業態は衰退に向かってってるのか、伸びる方に向かってってるのか、そもそも人口ですね、それを習おうとする人口が500人1000人なのか、10万人20万人なのかっていう、業界とか自分が目指そうとするエリアの持つポテンシャルですね。これもやっぱり見ないと、そもそもよくご相談される方でですね、いやそれをそのエリアでやっても
求める人そんなにいないですよねとかいうケースもあるし、逆バージョンではものすごいもうライバルが多すぎて、そこに今そんなにまだ技術がない状態で入っていくつもりですかみたいな。要は後発隊はもうすでに遅れてるので、それをすでにこうある程度パイを牛耳ってる人がいるっていうのが分かってる中に飛び込んでいくわけなんで、まあ、マーケティング用語で言うとレッドオーシャンですね。血で血を洗う争いみたいなっていう言葉で、血の海ですよ。そこの中に行くって決めるのであれば、よっぽど自分が得意なものを持ってて絶対に勝てるっていうものがあれば上がっていきますけれどもね。基本的にはレッドの逆でブルーっていう言葉があるんですけど、青い海ですね、ブルーオーシャンっていう、要はスイスイって空いてるんだけど欲しがる人がいるっていう、これをですね、ポテンシャルをちゃんと確認して自分がそこでやっていくかどうかっていうのを決めるっていうのが一つポイントですね。だからみんながやってるからやるっていうのは逆にどうなのっていうのは思いますね。私は逆に人がやってないことをやるっていう観点からやる人だったので。そういう意味ではですね、みんながやってるから安心っていう意味もあるしですね、逆に言うとみんながやってるからあなたのとこには来ないみたいな、まあそういう部分があるんで、このポテンシャル、業界のポテンシャルを見極めるっていうのも必要だし、ビジネス始める前にね、結構頭使わないといけないんですよ。頭とあとリサーチですね。結局ビジネスモデルがその後を決めるので、いや私は単なる自宅教室ですから、そんなビジネスモデルなんて難しいことって思ってる人ほど危険です。 大概何も考えずにやっちゃって集客できません、もうこんな集まんないんだったらやめますとかっていう方も多いので、まあ本気でやりたかったらまず調べることと自分の特徴作り、ここはやっぱり手を抜いてはいけないなというふうに思ってます。ある程度そこまでできて、どうやらこれは勝てるぞ、やっていけるぞっていう商売を見つけたとしても、今度それを発信していく行動量ですね。これは初期はですね、とにかく埋もれてるわけなので、その自分のウェブサイトとかを知らせるための認知活動っていうのは普通の人がやってるものの3倍から5倍でやらないと無理なんですよね。だから例えば自分が調べたエリアの人が、1日1ブログ、1日1インスタ、1日1フェイスブックとか普通にやってる人だったりしたら、それ以上の露出量が必要ということになるので、初期の頃その業種業態に参入する場合には、まあ一番の人と同等レベルかそれ以上の努力をしないと埋もれていくだけで、なかなか見つけてもらえないっていうケースが多いですね。だから最初からレッドオーシャンじゃなくてブルーオーシャンっていう楽に勝てるところのエリアを上手にちゃんと探して選ぶことができてれば、そこまで激しい行動量がなくても一番になれるんですよ。だけれども、最初からいっぱいライバルがいるようなとこももともと選んでて、っていうかその自覚もないぐらい調べてない人も非常に多いんですけどね。その中でちょっとブログ更新しました、1日1インスタ頑張ってますとかっていうレベルだと埋もれちゃう、無理な場合の業種業態領域とかもあるので、自分のポジションを調べるっていう意味、先ほど言いましたけれども、そこ調べたものに対して見合う行動量じゃないとですね、まあまず無理っていうことですよね。見てもらえない、見つけてもらえないです。だから私の場合にはもともと行動量をやるっていう人で決めていたので、まあブログとかも2年くらいで1000ぐらいにはしてますしね。YouTube とかも今はもう3000、4000近くなってますけれども、それをやるっていう私と、要は同じ業種業態領域の人は争わなくてはいけないので、その量をね、いっぱいやっとくと追いつかないですね、ライバルが。だからこれはもう本当にコツコツ地味にやるしかないんですけれども、きちんとこういう戦略でいこうって決めた正しい発信をし続けると、その行動量に対しての露出頻度アップ、認知度アップになるので、まあ、結果としては集客が楽になっていく。だから行動量はね、特に初年度が一番必要になるはずです。だけどその初年度あんまり動いてなくて、それでできないですとかいう方が結構多いので、初年度はトップになってる人が動いてる以上ぐらいに動かないと難しい。自分のなんか特に県外にサイトがあるような状態ですからね。で、それは自覚した方がいいと思います。で、7個目ですね。集客ツール。
初期の頃とかはやはり無料集客がいいかと思うので、 SNS っていうのがいわゆる言われますけれども、ブログ、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、 YouTube とか、いろいろ LINE アットもそうですけどね、いろいろあるんですが、自分のお客さんがどの媒体をよく見る人なのかっていうのも、ちょっと確認した方がいいですね。例えば私の番教室は50代をもともと狙ってますので、当時で言うとアメブロは有益な集客ツールでした。ホームページとアメブロ、大体私これで集めてたんですね。で、その方たちを中心に狙っていくっていうことであれば、世の中の流れが変わってきて、LINE アットっていうのもあったりするんですけれども、おそらくインスタはそんなに見るイメージがない感じだったので、そこじゃないなとかっていうイメージですね。あと、ツイッターとかもその年齢の方は特に見ないので、ツイッターじゃないし、フェイスブックも多分違いますね。パンの領域だったら。コンサルタントになったらフェイスブックっていうのはありになったんですけれども、パンの領域だとフェイスブックっていうのはあまり、必要ないっていうか、違うよねっていう、そういう感じでしたね。なので、集客ツールもですね、ご自身の選んだお客様がどこにいて、それを見るのか見ないのかに合わせて、力を入れる、力をかける箇所を考えた方が多分いいですね。それが集客ツールの部分になります。で、最後ですね、8つ目、そんな風に努力をしてですね、例えば来てくださる人が、ウェブ上で決まる、ないしは対面で体験会とかで決まるっていうことのどちらでもいいんですけど、ここが上手じゃないとですね、一番最後の最後の肝心なところが決まらないっていうことになります。決まらないっていうことはゼロっていうことですね、どんなに苦労して集めたとしても。だから、集客のスキルよりも、私はある程度制約のスキルを先に磨いた上で集客と同時にやっていくのがいいっていうのが個人的な持論になります。ここが下手だとですね、20人集めることができてもゼロなんですよね。ここ上手だと3人集めて3人決まればそれでいいっていうことで、省力化もできますし、いろいろな意味でですね、成果が出しやすい状態を作っていくことができます。だから、もしも人を集めていたりとか、体験会に人を誘致することができているということであれば、その体験会の人が決まっていかないというのが事情だったとしたらですね、その接客に問題がおそらくあるので、ちょっと集客のレベルとは違うんですけど、本人は集客ができてないというふうに勘違いしてしまうケースが多いです。制約ができてないだけなんですね。だから何段階かチェックポイントがあります。複合的に全部できてないのかもしれないし、どこかの段階だけができてないのかもしれないですけれども、ご自身が集客をどう取り組んでいくかっていうのを考えるための、参考にしていただければなと思いまして、8つのチェックポイント、こちらを今日はお伝えさせていただきました。それでは。